ダン・イッセルは、アメリカ合衆国の元バスケットボール選手、指導者。イリノイ州、バタフィア出身。身長206センチメートル、体重110キログラム。ポジションは、センター、パワーフォワード。ケンタッキー大学卒業後、1970年に、プロリーグ ABA のケンタッキーカーネルズに入団。ルーキーイヤーから平均29.9得点を挙げて、 得点王に輝き、新人王を受賞。1975年には、カーネルズをファイナル制覇に導いた。プロキャリア後半は、NBA のデンバーナゲッツでプレーし、リーグを代表するビッグマンの一人として活躍して1985年に引退。1993年には、殿堂入りを果たし、背番号44は、デンバーナゲッツの永久欠番となった。 引退後はフルスナゲッツをヘッドコーチとして引き、1993から94シーズンのプレイオフ第1回戦では、プレイオフ史上に残る歴史的なアップセットを果たしている。ラップアリーナに掲示されている名誉、ジャージ・ダニエル・ポール・イッセルは、伝説的なコーチ、アドルフ・ラップが指揮するケンタッキー大学でプレー。1967年から1970年までの、 3シーズンのプレイ期間中に2度のオールアメリカンに輝き、最終学年の1969から70シーズンには平均33.9得点13.2リバウンドを記録し、大学通算で2138得点1078リバウンド、平均25.7得点13.0リバウンドを上げた。イッセル在学中にケンタッキー大は、 サウスイースタンカンファレンストーナメント3連覇を達成。1970年2月7日のミシシッピ大学戦では57得点を挙げ、クリフ・ヘーガンが保持していた51得点を更新する、同行の新記録を作っている。大学卒業後の1970年、地元ケンタッキー州のルイビルに本拠地を置く、プロリーグ ABA のチーム、ケンタッキーカーネルズに一巡目指名を受けて入団。 イッセルは1年目からリーグを代表するセンターとして活躍。平均29.9得点13点にリバウンドを上げて得点王に輝くとともにチャーリー・スコットと新人王を共同受賞オール ABA セカンドチームオールスターゲームにも選ばれた。チーム成績は44勝40敗と平凡なものだったがプレーオフでは勝ち抜き、 チーム史上初のファイナル進出を果たしている。2年目の1971から72シーズンには平均30.6得点11.2リバウンドを上げてシーズン通算2538得点は ABA 記録となりオール ABA ファーストチームに選出。オールスターゲームでは21得点9リバウンドを上げてオールスター MVP を受賞している。またこの年に 新人アーティスギルモアがカーネルズに入団。218センチメートルのギルモアの加入で、イッセルはパワーフォワードにコンバートされ、イッセルとギルモアという強力なインサイドコンビが完成し、カーネルズはリーグを接見。このシーズンにカーネルズが記録した68勝16敗は ABA 史上最高勝率となり、ギルモアは前年のイッセルに続いて新人王を受賞した。 リーグ屈指の競合となったカーネルズだが、プレーオフでは、結果が残せず、68勝を挙げた1971から72シーズンは1回戦で、リックバリー率いるニューヨークネッツの前に、まさかの敗退、56勝を挙げた1972から73シーズンは2度目のファイナル進出を、果たすが、今度は、ジョージ・マクイニス率いるインディアナ・ペーサーズの前に3勝4敗で、敗れている。 イッセルはより、チームメイトと得点機会を分け合うスタイルに変化していったため平均30.6得点を上げた1971から72シーズンを頂点に、個人成績に低下が見られるも、オールスターやオール ABA チームには、毎年選出され続ける、依然としてリーグ有数のビッグマンだった。1974から75シーズンには、 初の平均20得点割れとなる17.7得点8.6リバウンドとなったが、カーネルズは58勝26敗と好成績を維持し続け、そしてプレーオフでは3度目となるファイナルに進出。インディアナペーサーズに接続して4勝1敗でファイナルを制し、初優勝を果たした。1975から76シーズンを前に、イッセルは、 トモー・ーエンズとの交換でボルティモア・クローズにトレードされるが、クローズは新シーズンを前にして解散、消滅してしまったため、イッセルはさらにデンバー・ナゲッツに移籍して、新シーズンを迎えた。ABA、編集10年間を過ごすことになるナゲッツにおいて、イッセルはファンから最も支持を集めた選手の一人となる。イッセルは当時最も得点力のあるガードの一人だった。 デビット・トンプソンと共に強力なタッグを組み、トンプソンはリーグ3位となる平均26.0得点、イッセルは平均20得点以上に復帰する22.9得点を記録し、ナゲッツもリーグ1位となる60勝24敗を挙げた。プレーオフではセミファイナルで、イッセルが抜けたことで46勝38敗と大きく成績を落としていたフルス・カーネルズと対決。 第7戦までも釣れたものの、4勝3敗でこのシリーズを制し、ナゲッツにとっては初の、そしてイッセルにとっては4度目のファイナルに進出したが、ファイナルではジュリアス・アービング率いるニューヨークネッツの前に4勝2敗で、敗れた。NBA、編集財政難に陥っていた、ABA は1975から76シーズンを最後に消滅し、デンバーナゲッツはニューヨークネッツ、 インディアナ・ペーサーズ、サンアントニオ・スパーズと共に NBA に加盟することになった。当初は ABA のチームは NBA では通用しないと言われていたが、トンプソンとイッセルの2枚看板を誇るナゲッツは NBA で最初のシーズンとなる1976から77シーズンにて50勝32敗を挙げ、見事にデビジョン優勝を果たした。イッセルも ABA 時代となんだ変わらない。 平均22.3得点8.8リバウンドの成績を残し、オールスターゲームにも選ばれている。NBA での順調なスタートを切ったかに見えたが、ナゲッツは春を過ぎつつあり、以後は成績は伸び悩んだ。相棒のトンプソンは薬物乱用の影響で制裁を欠き、またジョージ・マクイニスやアレックス・イングリッシュなどの名選手を獲得するなど、大きな補強も実行したが、 チームは帰って低迷し、1979から80シーズンには30勝52敗まで成績が落ち込み、プレーオフ出場も逃した。チームが迷走状態に陥る中、しかしイッセルは毎年平均20得点10リバウンド前後の安定した成績を出し続けて、ナゲッツを支え、1979から80シーズンは NBA におけるキャリアハイとなる。 平均23.8得点、1月31日のニュージャージーネッツ戦ではやはり、キャリアハイとなる47得点を挙げている。1981から82シーズンには、イッセルにアレックス・イングリッシュ、キキバンダ・ダウェイの新たなチームの核が完成し、46勝36敗まで成績を回復させ、プレーオフにも復帰。イッセルはすでに33歳となっており、 個人成績が低下し始める年齢になっていたが、このシーズンも平均22.9得点を上げており、またイングリッシュは25.4得点、バンダウェイは21.5得点と、このシーズンのナゲッツには平均20得点以上を上げる選手が3人同時に在籍しており、加えてチーム全体の平均得点も126.5得点と2位。 ロサンゼルスレーカーズの114.6得点に大差をつけるリーグ1位となっている。この3人は翌1982から83シーズンも平均20得点以上を上げており、ナゲッツもリーグ1位の得点力を誇った。1984から85シーズンにイッセルの成績は平均12.8得点と大きく落ち込み、 イッセルはこのシーズンをもって引退することを決意した。引退した時点で ABA、NBA キャリア通算27,482得点は歴代4位に入り、また通算出場試合数、出場分数、フィールドゴール成功数も歴代トップ10位を果たしている。イッセルは体格や身体能力に恵まれたわけでもなければ、特別器用な選手というわけでもなかった。 そんなイッセルがリーグを代表するビッグマンの地位を築けた理由は頭脳的なプレート精度の高いアウトサイドシュートそして高い労働倫理にあったゴール下が仕事場と相場が決まっていた当時のセンターにおいてイッセルのプレイスタイルは異端と言えるものでゴールから15から20フィートの位置から彼のオフェンスは始まりヘッドフェイクでディフェンダーを振り払うと ジャンプシュートで次々と得点を決めた。彼のヘッドフェイクは非常に巧みで、スポーツイラストレーテッド氏は彼のヘッドフェイクを賞賛を込めてバスケットボール史上最悪のフェイクと評し、またジャンプシュートを積極的に放ちながらもフィールドゴール成功率は高水準を維持し、8シーズン連続で50%以上を達成している。 15年のプロキャリアの中で欠場はわずかに24試合しかなく、その勤勉さと頑丈さから、ファンからはザ・ホースの愛称で親しまれた。順位は2009年現在現役を引退して、後のザ・ホースことイッセルはケンタッキー州に戻り、馬飼育場で馬を育てる日々を送った。そのままケンタッキーのカレッジバスケの解説者を務め、 1988年には、メンバーナゲッツに戻って、ブロードキャスターとなった。ナゲッツのゼネラルマネージャー、バーニー・ビッカースタッフは、イッセルの解説に感銘を覚え、1992から93シーズンに、コーチ経験のないイッセルを、ナゲッツのヘッドコーチに抜擢。低迷期に入っていたナゲッツは、マクムード・アブドゥルラウフ、リケンベム・トンボラを中心に再建を図り、 イッセルがヘッドコーチに就任したシーズンは前年を12勝を上回る36勝46敗を挙げ44歳のイッセルは将来有望な若手コーチという評判を得た翌1993から94シーズンには42勝40敗を挙げ3シーズンぶりのプレーオフに導くと1回戦では 1> 第1シードのシアトルスーパーソニックスを3勝2敗で破るというプレイオフ史上稀に見る大波乱を巻き起こした。カンファレンス準決勝でも、競合ユタジャズ相手に第7戦まで粘るという大健闘を見せている。1994から95シーズンは、序盤から勝率5割前後をうろつく状況が続き、そして34試合を消化した時点で、ビッセルは突如コーチから辞している。 1998から98シーズンにナゲッツのゼネラルマネージャーに就任したキキバンダイウェイはかつての戦友イッセルをヘッドコーチに呼び戻したが成績は横ばい状態が続きプレイオフにも導けなかったそして開幕から波に乗り切れない状況が続く2001から02シーズンの12月10日のシャーロット・ホーネッツ戦後会場のファンからの野じに対して イッセルが人種差別的な発言をしたとして、イッセルに4試合の出場停止処分が下り、そして結局12月に、ありがとうございます。